それでは第1回目の公開講座でございますけれどもテーマはここに書いてあるようにですね、日本経済再生の処方箋でありますこれは実は4年前に話した同じテーマでありますその時も非常に日本経済はかなり重度の糖尿病であると非常に難しいという話をしたんでありますが残念ながら初めの方に答えを申し上げますとますます日本経済は悪くなってきておると 私は知りませんよと言いたいような気持ちで話をさせていただくわけであります。まずよく言われることでございますが、えー、質問にはですね、景気はどうなりますかってこう皆さんおっしゃるわけですね。えー、私の生徒の方の方もそれが聞きたいんですね。すると答えは簡単でございます。あ、景気は悪くなります。ガーンという感じでございますね。やはりみんながこう景気が良くなるということを期待したりですね。 あるいはここお願いしたりしてですね。そういう気持ちで質問をしてくるわけですね。それをこう申し訳ないけど、嘘をつくわけはいけませんから、景気が悪くなります。政策が悪いから良くなりません。残念です。こういうふうなことを言ってしまいます。次に質問されるのはこれより難しいんですが、日本経済は大丈夫でしょうか？これは難しい。 短期的にはまあ大丈夫でしょうとそれでは中長期的にはお先真っ暗でございますがそうするとこれは平たく言えば傷は深いぞがっっかりしろって言ってるわけですまあ,あのよく言われるんですけども景気の場合はですね自然に循環するような景気の循環とですね構造的に駄目になるような問題と2つあります。 これをいっぺんにですね、景気はどうなりますかとかですね、経済は大丈夫でしょうかっていうふうな。質問をされると困るわけであります。ですから、考えておいていただきたいのはですね。まず景気は循環する。上がったり下がったりする。これはどのぐらいで動くかというとですね。三年ぐらいで動くわけです。短期的にですね、これは口の波と申しまして。在庫循環という循環があります。 これから景気が良くなると思って、余計作って貯めておいて、景気が良くなったら売って高値で儲けようと。こういうのが在庫循環、三年間でございますね。次はですね自動車循環というのがありますね。自動車の循環というのは、中古の下取りをする年がどのぐらい持つかということです。だいたい自動車取り替えサイクルと申しまして、これが七年でございますね。 その次はですねかなり有名な循環でありまして設備投資循環というのがありますジグラーサイクルと言いますフランスの経済学者のジーグラーという人の考えたアイデアでありまして設備投資循環10年も経つと機械がだんだん古くなってきますから新しいものに取り替えるとこういう循環ですねさらに今度はですね住宅投資循環というのがありますこれは25年でございます。 その次がコンドラチェフの波といって50年循環でありますこれは国の力がどうなってきたかその循環でございますね例えばイギリスがダメになりそれから今やすでにアメリカでございますけれどもアメリカ一カ国でもって世界を引っ張れるかどうかのヘゲモニーサイクルというのがありますねそういったことをこの考えていかなければいけないですから短期的な循環と長期的な循環さらに一つの 国の産業構造経済構造の国力というものによる循環がありますのでこれはもうこうなりますと50年100年でございますから循環といっても,もうトレンドみたいなものでございますからこの2つを考えてそのお互いに自分たちの生活を守らなければいけないとこういうふうなことを言いたいわけでございます。 この第1表でございますけれどもこの表からはっきりと言っているわけでありまして日本経済は低成長が続くと高度成長は二度と期待できないこういうことをまず言っているわけであります。いいいいで,で2004年はですね GDP= 国民総生産は名目0 6しか伸びない2005年はひょっとするとこのマイナス0.3%まあこれは私の予測ではないんでありまして私の友達の三菱総研の予測でございますがそこのチーフエコノミストの予測になっておりますね。ここでその 景気というのはどういうことかというふうなことをちょっと言わなければいけないと思うんでありますが GDP というふうなことはですね、国民総生産昔は国,国民総生産 GNP だったわけでありますがこの頃は計算が GDP になりました国内総生産すなわち日本の国内に外国の企業が来ましてですね、どんどんご商売をされて 成功すればですねそれは国内総生産でプラスするわけでございますねところが国民総生産というと日本の企業が海外に行ってですねどんどんやりましてもそれが日本の生産にプラスになるですからどちらの方がいいかと言われますといろいろ考え方は終わりでしょうけれども国内国内総生産と申しますか GDP の方が このよくなってきたというかあ有名になってきて日本は昔から GNP と言っていたんですけれどもそれも世界の統計に合わせてこういうふうな形で数字を出すようになったわけでございますだいたいこういういうなことを考えなければいけないんでありますがそれでも日本の,の GDP というのはですねだいたい504兆円であります。 後に説明しますが、五百兆円と覚えていれば大体いいわけですね。もうすでにすごい国でございまして、この頃の成長率は落ちてまいって、まあ成熟経済と言われておりますが、それでも世界第二であります。世界の財貨サービスの生産能力というか生産実績におきましては、世界の十パーセントを占めて。 世界の10%を占めているというのは大変なことでございますね10人のうち1人はみんな日本ということでございます1作ったものの1つは日本でありますちなみにですね日本は世界の国土の面積のわずか0.2%しかないんでございますところが人口はどのぐらいか世界の人口の2%しかないわけですこれが世界のその GDP の 10%を占めているということは平均すれば日本の生産性は世界の平均の5倍であると、まあ、非常にその自慢してよろしい非常なその経済大国であったわけでございます。まあ、かってはそのすごかったわけでありますがただこの最近の成長力は非常に落ちてきている。先ほど申し上げましたように0.6%あるいは その比較してみたらですね戦前は20年ぐらい前までは10%とか9%とかいった高度成長を遂げていたわけですね。これが日本ではなくてその世界の成長する国家としては中国でありまして中国は20年近く 8%9% の成長を続けていると。残念ながら先進国も発展途上国も含みまして 日本は成長力においては最近の伸びにおいては再開残念ながらダントツの再開というふうになっているわけでありますまあこれが現状でございますが先行きが良ければよろしいんでございますけれどもあまり先行きもよろしくないんでございます景気がどうなるか 景気の先行きはどうかということについては先行指数とかですね一致指数とかね遅行指数というふうな資料をですね作りまして政府からま発表しているわけです。景気の先行指数というのはこの指標を見ていればだいたい景気が良くなるんじゃなかろうかというふうな指標でございます。例えば設備投資が増えるだろうと。 これれは機械受注を見ていれば分かりますね。将来工場を作るんですから工場ができて動くのには2年間かかるとそうすると年年前か1年前かぐらいには機械を発注しますね。そういう機械の受注量が増えているというふうなことが分かればこれから景気が良くなるだろうと。あるいは求人倍率求人倍率というのはポストが遠あると。それに対して、 6人がその応募しているこういうふうな場合は1.5倍とところが10人が職を希望しているのに職は6つしかないというと60%こういうふうなことでありましてこの求人倍率が上昇していれば景気が良くなるとこういうふうなことでありますがこのグラフを見ていただくの分かりますように景気動向指数はですね50%を割り込んでおりますね。 そしてこの表を見ていただければ分かりますようにこの影が入っているところがまあ日本経済が不況だった時を示しておりますそうしますと不況を脱出してもう4年間ぐらいこの景気がよろしいわけですね。低成長でも前の期と比べれば数字が上昇しているから景気が良かったわけですね。50%を超えているかから景気良かった ところがこれを見てお分かりでしたと思いますが景気のピークはどうやら今年の13月ということはもう少し陰りが見え始めてきている。ところでございますですから上がったり下がったりが戦後14回もあるわけですがその14回目の景気循環を終えつつあるとそういうふうな事態に 立ちち至っってていいいいるとととうことをちょっと理解したていていただきたい低成長ではございますがまだプラスであったとこれがマイナスに入ってくるという、まあ、短期的に見ればそういう時期にあると、まあ、そうではないと将来のことは当てにならないと当てにならなければ結構でございますけれども大体こういうものは当たるんでございます。えー でちょっとこの詳しく先ほどの学校の講義でございますから少し理屈をつけなければいけないんでこういう用意をいたしました。経済はどうなりますかなんていうけども経済は非常に単純な足し算の世界でございます。大文字で、y、と書いてありますのがこれが先ほど申しました国民総生産でありまして。 それは C プププラララスススス I G X マイナとこれは非常に簡単でございまして大体経済というのは消費と投資と政府支出と輸出入から成り立っていると。輸出マイナス輸入でございますからこれは外需外国の需要でございますね。 それから初めの3つは国の中での問題でございますから内需でございますね。そしてその中で一番ウエイトが高いのはどう見てもお分かりになりますようにこの最終民間消費、我々は月給をもらったり他かからの収入を得たりしてこれを使うことによって生活をしているわけでございましてこれが一番大きい。 これを見てお分かりになりますように、ほぼ六割は消費でございますね。そしてその横にちょっと小さい数字がありまして、三とか四パーセントと書いておりますのは、これは民間住宅投資であります。投資というけれども消費の中に入っているというのは、我々の収入の中から我々は家を作るからですね。ここがまあ民間でございますね。次は企業でありますね。企業は あ設備投資をやりますわけですが、かつてはかつては千九百九十年頃にはウエイトが二十パーセントもあったのにですね、どんどん下がってきてこれ十五パーセントぐらいになりました。成長が高いっていうことは企業の設備投資が大きいときであります。残念ながら小さな改善とか修理はいたしますけれども、大きな設備投資はもう日本ではございませんです。 例えば一番大きな東洋一と言われた製鉄所がいつできたか。1975年でございますね。これは機密という工場ですね。それ以来大きな工場はできてないですね。そういうふうなことを考えると、その設備投資はだんだんウエイトを下げてきておりまして、なぜその設備投資が減るか。あまり企業が儲からないからね。 利益が出るとか、将来利益が出そうであるとかというふうに経営者が考えない以上は設備投資は出てこないわけであります。ところが設備投資はこの十五パーセントぐらいでは済まないんであります。すなわち企業が月給を払う、あるいは税金を払う。ですからこの富を生み出すところはここにあるわけであります。企業がちゃんと給与も払い さらに利益が出て配当も払い税金も払うから日本経済を持っているということでありますそれがウェイトを下げてきているというふうなことはこれは仕方がないわけでありますなぜか開発途上国の方がどんどん伸びてきている今や世界の工場と言われたのは日本が世界の工場と言われたのは昔のことでありますこれはあの冗談でありますけれども 初めてこの宇宙飛行士のガガーリンというのがですね、空に上がりまして地球を見たんですねその時から有名なセリフを言ったわけです地球は青かった一言付け加えたんです冗談ですよ日本の上空は真っ暗だったと言ったわけですそのぐらい日本はどん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 物を作ってですね世界にこうばらまいたわけですねそれをちょっと揶揄して言ったわけでありますが そういう時代はもう去ったと中国にとって変わられようとしているということであります三番目のファクターがここにあります政府であります政府は二つの項目を持っておりまして一つは最終消費支出最終消費支出というのは非常に簡単なことを言いますと中央官庁及び地方公共団体のですね給与であります月給ボーナスでありますね それから政府公的資産投資資産形成これは公共投資のことであります。公共投資はものすごく減ってるんであります。6.8から4.9まで下がったわけであります。しかしこれがものすごくまだ多いんであります。アメリカがだいたいこの数字が4ぐらいでございますね。それからイギリスは2でございますね。ドイツが3ぐらいでございますね。 ということはサイズはベストいたしまして、あのお金の使い方は日本は非常に公共投資にお金を使いすぎているぐらい使っている。まあ独権国家日本とまあつい最近まで言われておりますが、それはそうであります。たった2%のイギリスがですね、高速道路はないんではありません。高速道路はあります。ただ高速道路はただなんであります。やっぱりどっか日本は無駄遣いが多いんじゃない。 まあ政府地方公共団体の給与がこのぐらい大きいということはちょっと皆様あの知らなかったと思いますので一言申し上げます。日本とフランスだけが大きい国家なんです。他は皆小さい国家を施行しているとこういうふうなことを言っているわけであります。まあこういうふうなところをまず考えておいていただかないとちょっと困るわけでありますが当然。 その一番景気を良くしようと思ったならば消費が増えるかどうかそういったことを考えなければいけないわけでありますがまあ人間は今情報化社会に住んでおりますから数字を見ていいろろ心配したりりり喜んだすするわけであります例えば失業率が下がってきたなんていう情報が来ればですね安心してですね今月給があんまり増えてないとか言いながらもですね使おうか おお金を使ううかという気になりますねあるいは今はあんまり上がってないけど今度来る夏のボーナスが増えそうだなんていうと使ったりいたしますねあるいは税金が下がる、まあ、下がることは絶対ないこれから増えるばっかりなんですけども下がるなんていうことを聞けばですねそれじゃあ使うかっていう気になりますね。そういうふういふななこととが大切でありますすなわち消費マインドと いうふうなことも考えなければいけないんであります。そうするとですね、経済学というのはですね心理学だと言ってもですねいいわけであります。経済学はひょっとしたら心理学かもしれないんであります。ということで、その消費者マインドがどういうことになっているかというふうなことをちょっとこう見ますけれども、こういう統計を作ったところがあるんです。 日本リサーチ総合研究所ということですねこういうふうに下がってまいりますとこういう統計が出ただけでも不安になりますね不安になりますからものは買わなくなりますね旅行も行かなくなったりしますからそういうふうなことを考えますと先ほど申しましたように経済は悪くなっているところに悪いニュースが出ればですね ますますま悪くななるととここういういいいを言いたいわけであります、まあ、国内の需要項目では、まあ、今申し上げましたように消費投資それから政府支出ということでありましてこの3つをさっと皆さん方がこうお考えになっていただければ分かりますようにいい情報はほとんどないとこういうふうなことを言っていいんじゃないかと思います。で 国内がだめなら海外が悪さという気持ちで日本もいろいろ一生懸命その輸出を伸ばしたりいたしまして外貨依存というふうなことを申しましてそちらの方にウエイトを上げてきたわけであります。まあどちらかというと日本の,その国家もですねどちらかというと 輸出立国と申しますか、輸出を増やすことによって経済を多少支えたいということをやってきました結果ですね。どちらかというと円安政策を取っております。円安政策ですね。円がドルに対してあるいは他の通貨に対して安い方が輸出に有利である。これもちょっと考えてみていただければわかると思いますね。例えば100円 100円のものを輸出するときですね、為替が弱くて110円だったならばですね、100円のものが1円のものを輸出すれば110円手に入るんですから、円安の方が絶対輸出に有利なんです。これは分かってもらいたい。100円のものを輸出してそれが110円だったならば輸出代金は110円もらえるわけですから、それだけいいことであります。で、 それと比較しまして日本はそういうことからどんどん輸出しますが輸入はしないできるだけ輸入はけちる輸入はこの原材料に限るとこういうことですねでまあ食料は日本は食料の時給は少ないですからどうしても輸入しなければいけないそれですから輸入しますしかしながら米は絶対に入れない米は絶対に入れないなんていうと大変ですから。 それでは一部輸入も認めるとただし税金は高いよと関税は高いよと今米の輸入関税は何パーセントかご存知の方いらっしゃいます ?500 パーセントでございますけど50円のものに500パーセントですか250円税金かかりますねと300円で入ってくるわけですねということでございます他はポチポチと。 どうあっても国内農業を助けなければいけないそういうことになりますと開発途上国特に東南アジアの開発途上国は農産物を日本に売りたくて売りたくてしょうがないわけですねタイなんかはもう米を日本が買ってくれりゃおんのじでございますけれども日本は入れないまあそうしまして入れないとですね それはあちらも困ります非常に不服不満を言いますねそういうときにはお金を貸してあげますとお金を貸してあげますとただし紐付きですとこのお金を持って日本の農協を買ってください,なんていうこういうふうなことをまあ言うわけでございますね世界はどちらかというと自由な貿易を促進するように WTO というのがありまして 他国間でいろいろそういうふうな枠組みを作ろうとしているんではすが一生懸命頑張りまして日本は米だけは例外であるとこういうことを言ってるわけですね次はそれではだめならもうこうなったら FTA でいこうとフリートレードアグリーメントといいまして他国間で話が決まらなきゃ二国間でいこうというんです、ね、どんどんその中国などはあの国は何でも輸入しますから 農産物も輸入していただけるということで、アジアの国々は喜んで中国と提携いたしますね。ところは日本がこのなかなかこのフリートレードアグリーベントが締結できない。メキシコがやっと最近締結ができたわけであります。例えば日本はシンガポールなんかとはうまくこのちゃんと協定が結べるわけであります。あそこは 農農業はは輸輸出出ししててままませせんんかからら産物すすぐできますところがフィリピンだとかインドネシアとかタイなんかはなかなかこのうまくいかない。でございますから開発途上国が一番自分が外国が稼ぐのに役に立つようなことを日本は協力してくれないと。その代わりどん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 この肥料とかですね 農機具なんかを輸出したりしてくれてかえって自分たちの国が貧乏になってしまう日本のその輸出のこの促進政策というのはですねこれは近隣急防火政策隣近所を貧乏にしてしまうこれはいけないことなんでありますがそれでもなんじゃかんじゃと理屈をつけております。 そういうふういいふなななことととを考えままますすなかなか大変でございます昔と比べまして、えー、他のの開発途上の方はです、ね、日本がそのあんまり輸入してくれないならアメリカにでも売るということになってしまいヨーロッパにも売るというふうにして結局どんどんそういう国々が発達してまいりまして大きくなってまいりまして今やブリックスという言葉ができています。 将来の,その開発が進む国というか成長力の大きい国は BRICB はブラジル R はロシア I はインド C は中国そういうところにこの変わられようとしているとそうすると日本もよほどうまくやらないと外需では伸びない外需では伸びないどういうことをしますかと。外外がダメなら海外に出て行ってっ 海外に工場を作り海外の農場を作りそういうところで作ってそれを第三国に売ると日本にも輸入するし第三国にも売るというそういうふうなことを日本がやるわけでありますちょっと申し上げたようにそういうのは GNP でなくて GDP ですから海外で日本人が頑張るというのは日本の統計には何も関係ないわけですからその分だけ 国内は成長力が落ちる日本のお金で海外の国々がもっともっと成長する今日本の企業は日本の中では儲けられないから海外に出て行って儲けるとこういうふうになっているそうするとどういうことが起こるかとこのままの制度でありましたならば力のある企業あるいは優秀な企業そういうものは全部全部とは言いませんが どどんどん海外出てていって力がない本当は力があっても弱いようなふりをして政府から助けてもらおうとか税金を払わないでごまかそうとかそういうふうな国内企業が残ってしまってますます日本の成長力は下がるんではなかろうかとこういうふうなことが心配になってくるわけであります。まあ、そういうふうういふなことを言うと言 まあ私のあだ名は弱気の五十嵐でございますから少し割り引いて聞いてくれても結構でございます。えー、まあそういうことで日本はともかくここまではどん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 黒字をため込んだこれはあのどういうところの数字に出てくるかというのはですね経常収支とこの表に出ておりますように経常収支がどんどん増えてきていると。まあ、ちょっとこの年の年月は例外的に 少ないんでございます。一二三月は今回そろそろ。あの輸入が多すぎて、あの輸出があんまり伸びないって言うんで。黒字の幅が少し減っておりますけれども。この経常収支の増え方というのはものすごいと思います。経常収支というのは貿易収支。と貿易外収支の合計であります。貿易収支というのは、あの物の輸出。マイナス物の輸入でございますね。その差額。 貿易外収支というのは例えば技術輸出サービス輸出の,そのネットでのプラスあるいはお金を貸したりしますとこの配当金や利子が海外から流れ込んできますねそういうふうな収支のプラスそういったことが非常に多いわけであります。 例えば貿易外収支なんかでは外国の飛行機の備えで日本の飛行機で運んだりあるいは日本の船で運んだりすればプラスになるわけですね。で全体としてこの貿易収支サービス収支もものすごい勢いで増えている。それに対してお金をその海外に貸してやったりすると短期的にはマイナスですね減りますから。で戻ってくれば これがプラスになるという形でそういった形の数字が前の年前の月というふうに比べてそれがこの外貨準備高にどん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 現れてきている日本が大いに成長している頃はどん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 ,どん原材料を輸入してですねその結果として外貨準備高が非常に不足してですね40年前50年前ぐらいなんかはですね 外貨準備がどのぐらいあったかって、10億ドル、20億ドルしかなかったわけですね。それから1980年ぐらいだって200億ドルしかなかったですよ。今どのぐらいあるかって、この数字を見てください。8200億ドル。こういうふうなこの上がり方などは2年の間に倍になっている。いかにため込んだかということでございます。 そしてこういうふうにその外貨準備が増えている、るどん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 海外例えば米国債など証券投資をじゃんじゃんやっても増えておるんでございますから大変なものでございます。このぐらいこう増えてまいりますと円もかなり動き方がきつくなります。為替レートというのはなんでこの動くか。 今は百六円ぐらいでございますね。これがどのぐらいになるかというふうなことでございますけれども、短期的にはですね、金利差で為替が動きます。例えばアメリカの金利が仮に長期金利が四パーセントと、あ日本の長期金利が一点四パーセントといたしますと、例えばアメリカの金利が上がって日本の金利が下がればですね、ドルが強くなりますね。あるいはこの経常収支 日本は経常収支がものすごい黒字ですから売っちゃっときますと経常収支の現状でなくて経常収支の先行きですねこれがもっともっと増えそうだといったら円は強くなりますねこのこれがまあ基礎的な動き方でありまして例えばその他の要因としまして例えば原油価格などが上がりますね原油価格の原油の取引の決済は全部ドルで行われますねそうすると 原油価格が去年は私は比較的日本経済よくなるのかと思いましたのはです、ね、原油価格はアメリカがイラ,ンをイラクを抑え込んで,です、ね、どんどんイラクに石油を掘らしてです、ね、安定した石油価格でもって世界に原油を供給できるだろうとこういう計算で25ドルぐらいになるんではないかと予想したんでありますが。 これが大外れでございまして甚ははだ申し訳なくてまあ私だけじゃなくてみんな本当は申し訳ないとアナリストは頭をそらなければいけないんでありますが今56ドルしてますからその結果としてもっともっとドルは安くならなければならないんでございますがしかしながらこの原油取引は全部ドル建てでございますのでドルの需要が増えるわけですね。 でありますから需給関係からしてドルはまだ強くなっております。まだ強くなっております。まあこういうふうな見方でございます。ところが日本もどん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 輸入するのは輸出したり輸入するのもよろしいございますが、ここにありますように輸出再産レートという言葉があります。あまり円が強くなりますと出血輸出ということになります。まあこれがだいたい101円ということになっていますので。 円が比較的今のところ106円これ円高と見るか円安と見るか非常に難しいこところでありますドル安であるから円高だと短絡的に言ってもよろしいわけでございますがユーロと比べれば円は売られておりますからそういうふうな見方からすればこれがもう少しこの円高に進むとですねひょっとしたらこの出血輸出になる事態も考えられます。 え円が強くなって輸出産業にマイナスになることも考えられます。これはしかしながら合計でありますから、国際競争力輸出競争力のあるまあ例えばトヨタ自動車なんかはですね、もう円なんかいくらいくら下がってもいくら強くなっても儲かると。まあ例えば円が一番強い時にはいつかというと千九百九十五年の二月にですね、七十九円七十五銭まで円が強くなったことがありますが、トヨタに言わせますと。 この値段でも儲けてみせますっていうんですからトヨタはものすごく強い会社になったと、まあ、こういうことでございます。まあ、えー、そういうふうなことを全体として申し上げますとみんな弱くなって内需は全部だめで外需の方もそろそろ頭打ちかなということがこの結論であるとそういうふうなことを言っていいのではないかと思います。そうした答えが 先ほど申しました表をもう一回お見せしますとここに書いてありまして外貨依存には限界があると近隣急防火政策はそろそろ無理ではなかろうかとこういうふうなことを言わせていただいたわけでありますまあそういったことでまあ率直に言って景気の先行きは短期的にもうまくいってないとしかしながら悪いことばかりはないんでありまして まあ少しはプラスもあると物価が安定しているということですね需要がなければデマンドプル型の価格上昇はないとだって需要がないんですから物があまり気味なんですからなら絶対インフレはないともう少し景気が良くなってもですね 世界の中にです、ね、中国のようなものすごい巨大供給基地ができましたからいくら買っても供給能力があるわけですからなかなか物価は上がらない日本のように原材料そういったものを海外からおいでおりますとなかなか上がらないそういうことをそれはよろしいわけです。とこころが逆にこの もう一つ物価が上がるとすればこのコストプッシュ型というのがありますねデマンドプル型のインフレはないけどもコストプッシュ型の物価上昇あり得るとこれは簡単ですね全体としてまだないだけでありますガソリン代はものすごく上がっていますね123円のものが122円まで今上がってきてますからねそういうふうなコストプッシュ型のものもあるということであります そういうことで全体で見てですね消費者物価はなかなか上がってまいりませんが国内向けの物価は上がり方が増えてきております。例えば企業の業績が良くなってまいりますと出入りのサービス業者なんかがですね 企業が少し高い値段で買ってくれるというふうになってくるわけであります。まあそういう点では企業は少し今持ち直してきているわけです。まあそういう点ではよろしいんですが、いいことばかりもこれもないわけであります。企業のものを買う少しぐらい高くても買ってあげるよっていうことはあったわけでございますが、そこにものを あるいはサービスを提供するそういったサービス業の賃金が上がらない。これはサービス業というのはですね、製造業とかそういった業種と比べますと、組合の組織率、労働組合の組織率が非常に低いわけですね。しかも正規社員があんまりいない、アルバイトの方とかフリーターの方々をどんどん使っておりますから、今景気が悪いからあの。 すまないけど1時間当たり何百円というのを上げないとかですねあるいは逆に下げたりするというふうなことをしますのでこうやって見てお分かりのようにサービス賃金というのが上がらないかえって下がっている。でありますから業者はそんなに損はしないけれどもそこに働く人々の生活は貧しくなる当然そういったものが消費に影響すると。 こういうことであります。サービス業ぐらいがだめでもいいじゃないかというふうなのはこれは暴論でありまして、現在日本は非常にサービス化経済が進んでいるわけであります。農業は農業に働く労働者数は非常に少ないんであります。一時産業は少ないんであります。二次産業だって減ってるんであります。二次産業に働いている方々は 全体を100とすると何パーセントぐらいの方が二次産業、製造業に働いているとお考えでいらっしゃいますか。これも予想を上回って少ない。今2割ちょっとであります。5年前で2割5分でございます。だから4人に一人から5人に一人ぐらいしかですね製造業に働いてないわけです。半分以上6割7割がですねサービス業に働いているわけです。 公務員の方々。電力ガス運輸、小売、卸売と。こういうところで、皆さん働いてるわけですね。こういうところが、どちらかというと。そういうアルバイト、フリーター、そういった方々の。恩恵を得てですね。企業は比較的儲けやすい。しかも、そこで働く人々は。まあ。あまりうまくいってない。すなわち、二極化が進むとか。勝ち組、負け組とかですね。そういうふうなことがあって。 全体として消費は伸びないとこういう状況になっておりましてそういうことが問題でございます消費をしないそれどころか将来は心配でございますからどんどん貯金をする企業も設備投資をするところがないですから海外に設備投資をするかそれともいつかいいチャンスが来,る来ますから それに備えて今はお金を使わないで貯金する。すなわち金余り減少というふうなことが起こっているわけであります。みんなが預金するようになったと。で一番困ったのはもう当然銀行でありまして。預金はバンバン流れ込む。金利は安い。 特に大企業なんかのところには金金利利は貸し出し金利も安いもちろん貸し出し金利が誰も借りてくれないんですから黙ってりゃお金が返ってくるだけでもううちは借金をしないことに決めたとか何とか言ってお金が返ってくる新しいい貸し出し先はない海外に行けばありますよですから日本の銀行は一生懸命海外にも貸し出したい。 もちろん当然その預金金利が高ければですねいっぺんに赤字になりますから預金金利を切り下げまして金利が今何パーセントかなんていったら0.00とか1とかですね非常に安いそしてこの頃は皆さんご存じだと思うけど銀行はお金を預けてくれるなという運動をやっているのを知っています預金すすればですね 銀行は預金保険というのをですね預金保険機構に払わなきゃいけないんですね。リスクを避けるためですね保険料の方が高いんですよ。0.4%なんですから。ですから預金を取らない方がいいわけですね。ですから私あの横浜市のはじはれの方の江南台に住んでおりますけれども、えー、三菱銀行から電話かけてきて。 まあ、三菱銀行なら一番大きい銀行ですから万が一でもひっくり返ることはないですから、えー、当然安心して預金してると,と電話かけてきて「あお客様でいらっしゃいますか?え」と、ー「金利があまり上がりませんので、えー、外貨での預金はいかがでございましょう」とか「こちらはそういう商売やってるからあ,のあなたに言われなくてもこっちからあの特会に行くから心配しないで」なんて言っちゃったりして。 99年3月以来預金の方が貸し出しより常に多いという事態がついているこの表を見ていただければ99年3月以来10年間12年間ですかでありますから銀行はどうしますか非常に答えが簡単ですね銀行はほかにやることがないんです国債をただただ買うんですどんどん国債を買う一番多い時108兆円買いまして 多少は外債も買っていると思いますけれども、えー、ともかく今一番新しい時点では103兆国内銀行がその預金を持っているとこういうふうなことになったわけであります。でですからここがさらに問題であります。もし 長期金利が上がったら銀行は持っている国債の評価損が出ますこれでいっぺんに利益がすっ飛ぶと大丈夫だなんて言われている大銀行でも危ないぐらいなこともある。 これが長期,金利長期金利というと皆様金利というとです、ね、銀行貸し出し金利のことを思うかもしれませんが長期金利というのはですね金利というとインタレストレートっていうふうに、まあ、あの頭の中でみんなこう植え込まれてますけども実はそうではないんでですねで10年もののこの国債の利回り まあ、利回りなんだけどロングタームインターレストレートというからなんとなく融資金利になってしまうんですけどそれは間違えてるんですねですから分子が利子額分母が10年もの国債流通価格でありますこれが今1.4425とこうなってますね。まず景気が良くなる景してもですね。今金利が安てですから 借金して何かを作ったり仕事を作ったりしてその将来に備えることをしますね。そうするとお金に対する需要が出ますね。当然需要が強くなれば金利は上がりますね。短期金利が上がればしばらくして長期金利が上がる。これがまあ常識でありますね。ところが金利が上がりますと例えば 1> 1が短期金利が1%だった短期金利が2%に上がったりするそうするとこの長期金利のこの,この約1.5%がですね仮に3%に上がったりするそうしますとどうでしょうこの100円というまあこ100円でも1,000円でもよろしいですけども分母の 10年もの国債流通価格というのが今は1.5%ですね1.5%っていうのは1,000円の15円ですね。1, 円というかまあ額面が仮に1,000円で15円の利子がもらえるとクーポンレートがクーポンがもらえるとこういった時ですね3%になるというかどういうことかとと仮に利子額が増えなければ国債価格を反応しますね。そうすると 分分母がが円円で分子が15円これ3%ですね。ということは持っている銀行がが持っているる債券の金額が半分になる、まあ、もちろんですねあの新発債を買っている場合においてはそういうことは問題ありませんよ。長く持っていればの話ですよ。そういうことになる前にじゃあそういうことがなる前にですね銀行は銀行もバカではありませんから当然銀行は金利が上がりそうになるとこう 国債売りますね全員が売ったらどうなりますか時給関係でもって金利が上がりそうだっていうだけで国債の値段は暴落します、ね、ですからあっさりこう言うけども日本政府はですね景気をよくしようなんて心の中では思っているとしたらそれは経済元の通産省ですか 経済省あたりは景気は良くしようと思っているかもしれない。もう財務省なんか絶対反対ですね。心の中では日銀などもかなりぶるってるんじゃないでしょうか。ですから景気が良くなると大変だって思っているのが旧大蔵省ですね。だって他に手がないんですから。ですから日本経済っていうものは今そういうところにある。 タイトロープと申しますかその曲芸のこの綱渡りを足を滑らすか滑らせないか非常に難しいところに来ているとこういうふうなことを言うわけでございます手はない手はないですよこういうことをあの言うとですね 風評のルフとか言われるんじゃないかもしれませんけど当たり前の話を言ってるだけでありましてだってニューヨークだってニューヨーク市がですね大赤字だった時ですね18%の利回りだったんですねニューヨーク市債が。ねったんですよそれが18%まで上がったんですからね金利が上がったんじゃないですよね。 債権価格が流通価格が大暴落したわけですね。それは民間だって、あの、そういうことがありますね。例えば、あの、大英の社債なんか。危ないときはいろいろありましたけど、結局大英の債権はちゃんとその破綻に至る前に満期を迎えましたね。一時こう流通価格が下がったりして、ね。 その一番下がったところで買った人なんかはものすごいプロですねギリギリまでは来るけれども大丈夫だろうと思って満期まで持ってたって言うんですねこれはよほどその胃腸の丈夫な人じゃないとあのできませんねそういう形で頑張ったのがいいですけどもそれは個人のお金ですからそれで結構ですところがこれは銀行のお金っていうのは自分の銀行のお金ではないですからね 預金者のお金ですからね。経営責任問われますからね。国だって自分のお金ではないんです。本当はね。よくまあ。ずうずうしくなって、ずうずうやってられる。<laughs> もう少し青くなってもらいたいと。いうのが。この私の、この個人的な意見でございます。で。今。これが経済の現状でございますね。これを正直にテレビでなんか。 言ったりするとかって私もワールドビジネスサテライトでこんなことを言ったらいいだろうなと思いますけど危ないから井原先生なんか絶対出されることはございませんのでご安心ください <laughs> まあ次に今度は長期的な問題についてお話申し上げます長期的な問題はもっと悪いですねもう今や その主要な臓器である肝臓をどのぐらい切るかとそれでもしなかったならばもうだめでございますね。やははりこれれいかんかんもしれないというふうに私は考えておりまして構造的な面から長期的に日本経済はどうなるかというふうなことをここでもって結論的なことを言うともう老,老齢化 消費者必死消費少子化必死対策なし口では何と言ってもやらないんですから口で何とか言ったって問題全部先送りすれば終わりですからねまあこの絶対嘘をつかないのが人口統計でありますですからこれは信用しなければいけないえー、まあご存知のように 人口は2006年来年が日本の人口のピークでありますそれからコンンスタントに減ってきますそれから生産年齢人口生産年齢人口というのは15歳以上60歳までっていうんですけどもこれはもう1995年から減っております対策はありませんあるという方はどうぞ反論していただいても結構でございますけども。 それは税金が重くなってですね、えー、まあ幼稚園幼稚園対保育園の喧嘩なんかしてばっかりいてですね保育園の数が増えない質が増えないということになればですねあるいはあそれは手当を増やしちゃいいだろう手当を増やしちゃいいだろうっていうのは結構ですが本当に増えたのかと、まあ、増やすっていうなら驚くほど増やさなければ 気持ちは変わるぐらいね。そういう点では実行ある対策は今ままで打たれておりませんです次に今度はやはりその日本の潜在成長力潜在成長力があってもそれがあの実現化されるかどうかは別でありますがともかく潜在成長力の計算というのはですね労働投入量と労働生産性ですね。ですか 労働投入量というのは、もう早く言えば、子供が大勢増える。あるいは、国民総生産でなくて、国内総生産ですから。どんどん外国から移民を入れてくればよろしいわけですね。それについては、日本は入れたふりをするけど、入れないと。これが非常にうまいところであります。ですから、まず片っぽはだめで、労働生産性。年を取ってくればですね、生産性は下がりますね。 ものづくりは世界最強なんて言いましてもですね。テレビのプロジェクト X とかですね、ガイアの夜明けなんか見てもですね、老人が必死になってですね、頑張ってるのを見るとですね、見て痛らしくなりますね。あのタイカなんかにゴルフになんか行きますと、日本みたいにケチケチしたこと言わないですね。キャデは一人につき一人つきますよね。ひどいにるときなら二人つきますね。二人つくっていうのはどういうことかって。 暑いかからら傘を差し掛けてくれるんですからねそれからもっとあのちょっと余計チップなんか払いますとあのちゃんとあの手をこう立ててくれるあの若い19歳のきれいなお嬢さんがこう手をこう立ててくれるあのプレイヤーはただ振るだけでございますね。であのちょっと OB になりかかると足かなんかで蹴飛ばしてくれてコースに戻してくれて。 ナイスショットなんて言ってくれるんですから。<laughs> いやまあね生産性が違いますね。大体あの若い方は長時間働けますからね。しかもタイの方でやっていることは、えー、36時間残業してもよろしいという制度もございます。ですから8時間労働に前に4時間後ろに4時間 くっつけますと16時間労働できますね。そういう形で持って回していったり、まあ12時間は普通ですね。8時間やるでしょ。毎2時間後ろに2時間にやりますね。そうすると2チームあれば24時間操業できますね。そしてもちろんその規制に従ってオーバータイムは1.5倍の賃金を払うと。こういう約束をすればですね。 喜んで中国なんかあるいはタイなんかは働きますから労働基準法あっちの労働基準法は12時間 OK ですからねそういうふうなことも考えると労働生産性はどうも勝ち目がないいや日本には技術があると技術水準は高いんであると高くてもですね世の中限度というものがありまして。 このの月給の差でございますか、まあこういう資料を探すのもなかなか大変なんでありますけどもいくら何でも中堅エンジニアにこのぐらい払ってたら勝てるわけはないわけでありましてすなわち生産性は下がる。いくら優秀な労働力であろうとも日本でやってたら儲からんと。 やはり中国に行こうとかタイに行こうとかそういった方がよろしいんではないかというふうなことになってしまう。でありますから答えは簡単でありまして国際競争力はこれから下がるさあそうしますとまあそれもそういうのはじりじりきますからまあ仕方がないと諦めて 他を効率化するしかないんでありますが、我が国の最大の問題点は、不能率・非能率な政府部門であります。民間はリストラをやりましてコストを下げて対応いたしましたが、政府部門は何もしておりません。先ほどの一番最初の表に見たように、ですね、政府の最終消費支出は17 GDP の17%に達しており えー、まあ数字の方はちょっと自信がありませんが大体公務員国家公務員が150万地方公務員が380万と言われておりますがその1人当たりの給与はどのぐらいか知らないでしょう。法人企業統計は財務省が作って発表しておりますんでございますけれども。 4年前、5年前から、えー、この数字が発表されてないんであります。公務員一人当たりの年収はいくらか、どなたかお分かりでございますか。5年前で1000万です。で、この頃は公共公共投資の部門とそれから今度は 月給の部分を私は探してきて切り離して発表しましたが普通の統計を発表するときにはこの二つの数字を一緒にして発表しますから増えているようにあまり見えないそうです、ね、公共需要が減ってますからねそういうふうなことをやってるのではないかと誤解されるようなことをしてはいけないと思いますこれは、えー、さらに国家公務員につきましてはつい最近 人事院の勧告が出まして人事院は中央政府の給与を5引き下げるように勧告いたしましま、ね、これは今まではだいたい毎年毎年昔はですね毎年毎年人事院はバブルがはじけた後も給与を上げるようにというふうに勧告を出しておりましてこれに対しては政府は常に OK を出しておりました。 現時点においては人事院は5%の給与カットを提案しておりますがまだ実現されたという話は聞いておりませんね。行政改革はやってないですねで税収がないのに国債発行でカバーしているもちろんですね政府は国債をバンバン発行してこれによってカバーしているわけでありまして。 この一つだけすっと伸びているこの金額これは国債の発行でございます、ね、世界に驚くべき伸び率でありまして厚生労働省はこういった原因は全て老人が増えているから問題なんだと仕方がないんだと言っているわけであります。 こちらの方に回すというか、そういう考え方はないんであります。予算を見ていただけはわかりますように、例えば農林省は20%予算の20%、それから今度は建設省というか元の建設省ですか、今はそういう名前の省はがその後継の省は20%この比率が全然変わってない。ですから国の予算っていうのは。 国全体で効率を考えようなんていう考え方は現在の政府にはないんであります。国ああの昭和って国なし昭和って国なしって,って言われてるんです。誰が言ったか知ってます？つい最近ですね、小泉総理大臣がですね、あの公あ新しく国家公務員に採用されている方々を前にした演説でですね。 昭和って国がない,というのはこれはいけませんと皆さん打破してください管理責任者がそんなこと言っちゃいけませんじゃないですか組織が成り立ってないということを示してるだけじゃないですか行政改革をやろうなんていうならそんなこと言っちゃいけませんですよとこういうふうなことでございますね。ですからもう少し政府の方はやりくりをしなければいけませんよと。 少しは頭を使ってくださいよというのが、まあ、民間の意見でありますそういうことは言わない言っても届かない政府は聞かないもう少しジャーナリズムも頑張ってくれないと困りますけどもホリエモンの話ばっかりしてちゃ困るんでありますから、えー、次に、えー、そういうふうにことをやっておりますとどういうことが起こるかということをここでちょっと 数字を見てこれは財務省が作った数字でございますのでこれは大変なこことでございますこれを見ましてお分かりになると思いますけれども国はですねまともな歳入歳入というのはまあ税金が主力でありますがいくら頑張っても税収は60兆を超えることがないんであります現在46兆分ぐらい税金が出てきているわけです。 ところが予算は全体でどのぐらいですかと82兆円、336兆円ぐらいが新規国債発行であります。ただありがたいことに今新規国債発行いたしましてもですね国債の利子が安いですからだから国債費があまり上がらないわけですね。ですかで それではこのまま何もしないで売っちゃっておけばですね、まあ、大蔵省今の財務省はですねこのまま行きますと大変ですよとさすが大変ですよと言い出しましたですね62兆円ばかり2014年度にはですね62兆63兆ぐらいのですね国債を発行しなければ大変なんでございますというふうなことを言っているわけですね。 いいですか。しかもその時のここのところでやはりオ財務省らしいんですが、こういった時に国債費が35兆で済むかって、35兆でも大変な金額ですよ。これは非常に簡単ですよ。1.5%の国債金利だというふうに計算しているからですよ。こんな危機状況において金利が動かないということはないわけであないす。金利はですね、需給関係だけで決まるわけでもないんです。 リスクプレミアムというのがありますね例えばドルが危ないドル預金をする時はよほど金利が高くなければ誰が預金するかとこういうことが起こったわけですね例えばその原油代金が原油の取引は全部ドルで行うとそれは困るよと誰が文句言ったかとアラブの石油業者はみんな思いますね。もうやめたと ドルを使わないで,です、ね、決済通貨で EU を使おうなんて言われたらですねそ,そんな無茶なとあのすいませんけど金利を上げますから我慢してくださいとかねそういうふうなことを言ってドルを、まあ、防衛したわけですねだから国債だって下がるかもしれないっていった時ですね金利は1.5%のはずがないわけですね。そうすすすすると国債費ははこの金額でで上がらないわけですねますます バランスはマイナスになるとですか。プライマリーバランス今二十兆円のマイナス。その時が二十七兆円のマイナス。それはないですね。これはもう四十兆円のマイナスぐらいになりますね。だから何もしないんじゃ困りますよというのが財務省の考え方であります。でこのにプライマリーバランス。 国債発行の金額からですね国債費を引いた場合これがこのプラライマリーバランスですね。要するに国債を発行しないでもなんとかなるようにするっていうのがプライマリーバランスゼロでございますね。そここままでで持っていくことはまず絶対に無理ですね。じゃあどういうふうにするかっていったら先ほど言いましたようにその人事院勧告が5%ですねまずこれを切り下げると。 そうするとプライマリーバランスがマイナス12兆円ぐらいになりますそれだけでですからありとあらゆる政府をあの無駄遣いをやめさせればですねプライマリーバランスはだたい10兆円ぐらいに減りますそれをやらなかったらまず救いはないとこういうふうなことをまず考えてもらいたいとまあこういったのはかつて4年前にも私は同じことを言ったんですがそれを同じような数字で見ても言えるわけであります。 こういういこことをどんどんん言わなければですねこのままでいけばですね数年を経ずしてですねあの日本はもう完全に政府はですよ政府は第二のアルゼンチンになります。でこれも2年前から同じ数字を使ってて申し訳ないんですが日本の国債は今どのぐらいの評価をされているかと。 いいうこことででありまますすがこの現地通貨立てでございますね言うなれば日本において国債はこの一番有名な世界的な格付け会社ナンバーワンであるスタンダードプアは AA ですねそれから今度はもう一つもう少しドラスチックなセンセーショナルなタイプのムーデーズは あシングル A プラスでございますね。それと比べますと日本の格付け会社、元私が初めてこの国債の格付けをやった会社が現在 R＆R＆I 投資情報でございますけれども、その時我々は喜んで間違いなく日本はトリプルエだったわけですね。そしてこれだけ環境が悪化しているにかかわらず R＆I はですね。 依然として日本の国債は AAA であると世界で一番この権威があるスタンダード・プアは AA それからちょっと強引なところがあるムーデーはシングル A+ プラスというふうにこの評価しているにかかわらず日本の格付け会社は依然として日本は絶対大丈夫でございますと AAA でございますと。 こう言っているわけでございますね。これが果たして正しいか。ですから全然国際的にその資金調達する場合にはどうも日本の格付け会社は評価されないんであります。そういうところが問題なんであります。どうしてこういうふうにはの評価が国際の評価を悪くしているかということについてはですね。日本政府の 現在及び今後に予想される経済政策では国内債務状況の継続的な悪化に対して十分な歯止めをかけることができないそうですね実際歯止めなんてかかっていませんね先ほど見のグラフはこういうふうにどん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 借金が増えている直そうとする有効なる手段を持っていないというふうに民間格付け会社から評価されたわけですねそれに対して そうだもんですかから勝ってはです、ね、訴えるかと坂木原財務官でございますか審議官でございますか一時訴えるかなんて訴えたらどうぞとか言われたんで証拠を出してくださいなんて悪くなってないという証拠を出してくださいっていうようなことを言われて飛び上がったりしてやめたりしましてそれはみっともないからやめようなんて今はこれに対する反論はない。 言われた通りその通りであるらしいとそういう心配がございます景気低迷の長期化とそれに対する効果的な政策の難しさから財政面への制約が続くとみられることをバックとしているですから我々は格下げをしたんだとこういうふうに言われてそのままになっているところが問題でございます で同じようなことがこの日本が言ってもその日本はこういう時になると頑張りまして日本は特別な国だから大丈夫であるとこういうこと言われてるんですけども大石ではずっと日本に対してこういうふうなことを言ってきてるわけであります。えー、確かかにでですすねね、えー、ら見ててもも、ね、日本はどうしても いうことを聞か例えば、ー、まあ逆に言うと何を言っても日本は何じあるかんじあって言うことを聞いてくれないもんですから日本は特別な国だからしょうがないやと世界の常識は日本の非常識であるとそういうふうに思ってあまり言わないことにしているともう言うのも飽きたとこういう感じになっております。 であのこの対日審査報告をちょっと読んでいただきますと、えー、かなり正直なことを言ってるわけでありまして、ね、負担率が税金が上がるからですね負担率が大幅に上昇し労働意欲に悪影響を与えないように考えてほうがよろしいんじゃないでしょうかなんていうふうに海外が言ってきてくれるわけです。そうです あ、留意するようにって言われたらあ留意してますから、ご心配なく。なんと言われちゃって何もして。ないしてないとは言ってないと。ただ問題があまり難しいから、十分論議を尽くしてやるつもりである結局やらないってことですよね。全部先送りでございます。公正取引委員会の人材の公務員依存脱却を脱却をせし、進め、独立性を強化すべきであると。 郵便事業の参入者に全国均一サービスを義務付けないように義務付けたらダメに決まってんじゃないかって世の中の人は見てる世界の人は見てるっていうことでございますですから「農業分野の厚い保護の維持が自由貿易協定の障害になってはならない」と「分かりました」っていうこと聞かないんですか,いいか,ですから公的資金の注入は 厳格な基準で行ってもらいたいなんて注入した途端におかしくなった金棒なんていう会社もありますから気をつけなければいけないんですがまあそういうふうなことはいろいろ書かれている通りであります、えー、本当にこういうふうなことが問題でありましてこういうことをきっちり家具を決めて堂々とみんなで議論するような雰囲気が必要であります今のところは 国会は議論を避けております国民とフランクに話しておるかと非常に危ないもんでありますがまさにその情報公開とは言いながら大事な情報は隠すとみんな仲間内で,で保護をすると、まあ、例えばホ堀モンの話でいきますとやはりこう聞いておりまして外国の方に聞いてみましたら大体日本に 大きなチャンネルが五つも6つもあるのがおかしいんじゃないのと二つか三つは潰れて当たり前なんじゃないってあんな番組放送しててよく持つはねえとこれはアメリカのほうでございますけどもちなみにアメリカは NHK はないんでございます全部民間放送がやってるわけですじゃあ公共性はどちらが高いか私見てますと 食べ物番組ばっかりでございましてあれで公共的なのかなというのが心配でございます、まあ、からまあともかくおかしいことは皆隠すと、まあ、例えば NHK なんかは何か海老沢 NHK 会長はやはりこれはやはり責任を取って辞めさせて非常に良かったとそうしましたら1億円の退職金を払うことになったわあこれは一大事」と思ってこう見せてましたが。 いいろいろ反発もあるので1億円は払わないように経営委員会か役員会で払わないことに決議したその後どうなったか知っていらっしゃいますこれは怪しいんですがこれ調べてもらわなきゃ困りますけどこっっっそり払っちまったというのがあるんですこういうね国民などはねしばらく売っちゃっとけば忘れてしまうから大丈夫だろうというふうなそういうふうな。 時代ななんでではいいいかというのが心配でございま,すまあこういうふうなことを考えますとやはりありがたいことはですねそうは言ってもですねだんだんとこのなんていうんですか中央偏重からですね三位一体論ではございませんけど地方自治の強化とかですねそういう形でそのより国民の国民 あるいは地域住民とかそういうふうなものと直接コンタクトしてこの直接民意をできるだけ吸い上げるような制度が取られなければいけない今までなんかはマニフェストもなかったわけですけどもマニフェストも本当かどうか分からいにしてもですね前よりは良くなったわけでありましてそういう点ではもっとバンバンとですね選挙でもやっていただいてですね 選選挙挙も怪しいでではなくてですねまあ例えば明日なんかは実に私は楽しみにしているわけでありますが特に福岡でございますか山崎先生なんかがあれで当選したら私はもうこうなると福岡あるいはその福岡県ですか県民の方々の気持ちを疑いたくなるわけでございますか <laughs>。 どん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 我々はですね私も税金を払っておりまして相手国家とかいうことで一生懸命計算したら2回にわたって間違いまして2年間追徴金を取られ追徴金というか書き直しを証明されまして呼び出されて計算が間違えましたって言われて恥ずかしい思いをしたわけでございましてそういうことを見てあんまりえばれないんでございますけれども。 ともかくもっとその現在の風向を変えていってより我々がその政府に対して文句をつけですね民意をプレッシャーをかけてよくしていかなければいけないとこういうふうに思ったりしております。まあ、そういうふうなことを考えながらですね我々はですねこのぐらいの国っていうのはですねもう景気が良くなるとか悪くなるとか言ってる場合ではないんです。 我々はです、ね、一生懸命働きかけてですね経済を良くする経済を立て直すというふうに対して我々は文句をつけるべきであります、まあ、私もですねやはり考えなければいけないと自分でもって自分を守らなければならない状況に来ておるとすぐ言うんですね老齢化であると 老齢方ってしょうがないです結局年を取るんですからいつかは死ぬんですから政府は何もしないでぼーっとしてですね死んだらですね財産税でがっぱり取ってしまおうなんてそれだけやちょっと虫がよすぎると相手はやるべきことをやらせるようにこちらが働きかけなければいけない例えば既得権なんかは全部外さなきゃいけない。 なぜ道路予算は GDP の6%で予算の中で常に2割を取らなきゃいかんかなぜ農林省は20%を取らないかかなぜ政府間で調整しないか政府間なんかで全然調整なんかしてないですよもっとひどいのは ASEAN かなんかに対する FTA とかそういうことに対する会議でありますね日本だけなんですよ共同議長制度を取ってる共同議長制度っていうのは。ですね 外務省が一応あのヘッドにいますね。通産省元通産省元財務省元農林省四人こう出てくるわけです、ね、共同議長あっちは一人であっちはまあアセアンですか互国だったらあっちは五人でこっちは四人合計九人ですね。これが国内問題でこっちが A と言えばこっちが B という日本という国はどういう国なんだと国際的に評価を下げているわけです。 国際会議の席上で喧嘩してるんですからね。そこまで調整もできない。それが国家かと言いたいですね。まあアメリカだってですね。あの大臣を選ぶときにはですね、国会で承認されなきゃいかんですね。この人を大臣にしてよろしいでしょうかとか、あるいは国連代表にしてよろしいでしょうか上院かなんかできるとして、あれは高価だからいくらなんでもだめじゃんかなんて言われてね。 そうしてて審査を受けて大臣になるんです日本は大臣に早く言えば誰でもなれる。おかげさまで大変なのはその、まあ、例えば法務省だったら法務省の方々は資料作りに懸命でありまして仕事ができないと。どうもそれまあそういうふうなことが日本であるというとなかなか情けない。いいですか 日本はものすごく競争力がなくなって年を取ってきて優秀な技術とかなんかは海外に流れたりしてしかも海外がどん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 力をつけていくとこういう時に今の日本政府は信用できるか我々が選んだ政府だからしょうがないじゃあもう一回選挙のやり直しをやりましょうとその時は私は神奈川県ですけども 神奈川県では二十万票取っても落っこちますからね。鳥取島になんか行けば、三万票取れば、同じで当選できますからね。これはおかしいんであります。まあ、そういうこと言ってもしょうがないけど。まあ、まあ、多少は世の中うまくいかないこともありますけれども。まあ、しかも、今の政府は信用できないって。アンケートをやると。小泉さんなら。まだ他の候補者よりよか、良さそうだからなだ。これはやっぱりちょっと。 これどうなるかとこうなりますと私はやっぱり長期的に日本は落落ちちるるとところまで落ちるとそれが嫌だと言ってもですね「日本よさよなら」なんてかっこつけて海外に行けるような若さではありませんからちょっとそれは無理でございます。そうなりますとしょうがないからこれからは一層自己責任の時代だそうでありますから。 必死になって我々は我々自身を守らなければいけません当然ありがたいことにですねまだまだ我々個人部門はお金がありますまあここから先はあまりお金のことを言ったりするとみっともないとかいう説もありますので皆様のお手元にあります 26表の26を、まあ、23242526ぐらいを読んでいただきたい,い,いですがあります私は69歳ですが60歳以上の方々は 60, 60歳以上の個人の金融資産は全体の55%に達しております。まだ不幸にしてですね 利子も生まなないようなです、ねえー、普通預金が多いわけでありますがこれをどん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 私はですね外貨預金にあるいは外貨預金と言いましても多少は心配でございましょうからまあ EU とかですねあるいはアメリカとかですねオーストラリアのですね債券に変えてもらいたい。まあもちろんですね 本当にお金がいるときはしょうがないですよどうしても延転しなければいけませんからねそういうときには円で持ってても仕方がないですけどもできるだけ多くの外貨資産を持つべきであります強い国経済が安定している国国家が信用できる国の債券を持つべきであります銀行に入れてもですね、利子は上がりません利子が上がらないどころか 銀行自体がですね、外資への投資を今進めているのが日本の現状でありますね、うん、私文句が言ったら三菱銀行に行ってください <laughs> その次は配当が低すぎるのが問題ですねいいですか配当が低すぎる表を見てわかるようにですね、日本の企業は今21兆の利益があります21兆円ありますそれに比べて配当金は3兆円です 税引きの利益が二十一兆あってですよ。三兆しか配当を払わないのは、これは株主に対する。企業としては。これは無責任であります、ね。そう、そうですね。企業は儲かってる。従業員はできるだけ雇わないようにして、フリーターとかアルバイトにする。賃上げには応じない。ぐずぐずや首にすると。国家的な発明を、すごい発明をする中村さんなんかは。 あまり払わないあれだったら本当半分ぐらい払っててしょうがないぐらいだったんですけどねあのぐらい払わないともかく、えー、あるいはこの株主代表訴訟なんかいたしますと代表取締役は年収の 8, 8年以内ぐらいで年収の8年分以下にするとかですね勝手に経営者が損しないように制度を作っててそれがいいのかというのが 非常に、まあ、問題ですけどもですから逆に言うと、えー、フジテレビなどは1200円の配当が危ないとみればいっぺんに5000円に上げましてね4倍に上げられるんですよですから逆に言えばあまり成長しない会社がお金なんか持ってたらですねあなたはお金の使い方も知らないんじゃないかと経営者は帰りなさいともっと積極的に頑張る経営者を 我々が選びますからよろしいじゃないですかこういうふうにすればよろしいわけですですからそういうふうな会社を選んで増配を要求してください会社は株主のものですからねそれから国家は国民のものですね国は税金を無駄遣いしてはいけないんですそういったことをです、ね、堂々と主張すべきであります株を買って 配当が増えそうなあるいはそういう株主の声が聞こえるような会社を選んであなた方は株を買ってくださいそれがダメならば代わってギャーギャー言ってくれるような村上さんみたいな村上ファンドですねああいうところの年金信託とか投資信託のメンバーになってください代わって言いますからそういうふうな形でもっと 株主のためのその大弁者を持っているようなところに投資してもっと多くのリターンを得るように頑張ってください。そういうふうなことにつきましてはまあいろいろなことをあのいつでもあの言っていただければあのご返事個人的にご返事申し上げます。ですから私は言いたいのは政府はこのままでは既得権あるいは属議員あるいは属議員に わざわいされて何も効果的な政策はできませんですから我々は60以上の我々は60以上の方々じゃない方々はまあ聞いていただくと結構ですから我々は自衛手段を考えるべきです私は愛国者であるがゆえに今の日本を愛せないなんてかっこいいことを言うんですがこれは私は言ったんじゃないですよ石川拓国が言ったんですからね。<laughs> まあ自分の老後を 守るには自分しかないそういうところをフルに利用して頑張っていただきたいと最後はどうも老人のプロパガンダみたいな話をしてはなはだ申し上がりませんでしたがこれで私のお話は以上でございます。